ミスタードライですけどね、今回はこちらでございます。はい、こちらでございますね。最強決定戦前最後のポジション追加がやってきましたんで、ドラフトスカウト回していきたいと思います。まあ早速ね、選手見ていくんですけれども、まあ最強決定戦がねとうとう始まるということなんですけれども、このガチャがね本当に最後の強化で、まあ最強決定戦中にもう一回ぐらい強化来るかなって感じなんですけれども、まあここがねすごく大事になってきますんで、早速選手の方を見ていきたいと思います。はい、まずヤクルトスワローズは青木さんですね。こちらの方がミートとパワーの同値が可能で、レフト適性も素晴らしいと。で、超アベレージヒッター、片打ち選球眼ということで、まあベテランですけど、本当にね、この能力は素晴らしいと思います。続いて阪神島田さんですね。なんかちょっと写真の画像が悪い気がしますけれども、完全走力型で低弾道ということで、まあちょっとリアタイは厳しいかなと思います。続いてジャイアンツ、ウォーカーさんですね。こちらがパワー A すぐ乗りますね。弾道、高弾道で、レフト適性もね、D あるんで、全然ね、思ったよりいいかなと思います。しかも超広角パワーヒなんで、いやめちゃめちゃ強いですよこれ。続いてカープ西川さんですね。こちらの方がミート A 可能で、ミパ同値も可能ですね。レフトがメイン適性なんですけども、センターライトの方が高いです。で、超広角チャンスなんで強いですね。続いてドラゴンズ、アリエル・マルティネスでございます。こちらの方がですね、ミートとパワーの同値がコンタクトヒッター1点狙いで可能ということで、まあ、ミートの査定が上がったんで、まあ、かなりねリアタイ的にも強くなったんじゃないかなと思います。しかも総力 C あって、弾道高弾道で、レフト適性はねまあまあぼちぼちですけども、キャッチャーも守れるし、超広角にここ代打やったのが粘り打ちになってるんですよ。ということで、もうこれスタメンでね、全然アリエルさんいいんじゃないかなと思います。いやー強いっすね、このアリエルさん。リーグもリアタイもドラゴンズからしたら必須でございます。続いて横浜佐野さんですね。こちらの方がミートが82ということで、写真もめちゃめちゃかっこいいですね。で、守備適性がね、補給がちょっと厳しいんで怖いですね、守らせんの。で、超雨非広角なんで、使用感は抜群だと思います。続いてオリックス、正隆さんですね。こちらちょっとミート落ちたけれども、ミパ同値がね、可能になっているということで、リーグ的にはかなり強化されたんじゃないかなと思います。で、レフト適性もね、デフォルトの C じゃなくなっていまして、超アーティスト、チャンス、タイエースということで、まあまあどうなんすかね、ちょっと弱体化かな。前まで阿部ヒやったんで、前の方が強いと思います。続いて荻野さんですね。こちらの方がミートが80ということで、味噌同値が可能といった能力ですね。まあ守備適性も積極ですし、かなり強いんじゃないかなと思います。西川歩さん、こちらの方が走力がねまた S 可能になっていますよ。これ88ということで、素晴らしい走力ですね。で、レフト適性も特殊で B できるし、これね、走力 S にして特殊で B にしたらめっちゃ守備範囲広いと思います。続いてソフトバンク、グラシアルさん、こちらもミパ同値が可能。結構今回ね、同値可能な、称号で同値可能な選手が多いですね。はい、特殊能力も安定的な強さです。続いて日本ハム、今川さんですね。こちらの方がね、プルヒッターに変わってるんかな、これ。うん、まあちょっとここはね仕方ないかなと思うんですけども、ちょっとねリアタイ的には厳しくなったかな。そしてラスト、西武ライオンズ、オグレディさんでございます。こちらの方がミートが59ということで、ちょっと厳しいですね。まあリーグ的には美味しいんかもしらんけれども、リアタイはちょっと厳しいです。はい、ということで僕の狙いはね、もうアリエル・マルティネス1点狙いでございます。で、この小盛り狙ってもいいんですけど、こっち12分の1なんで、もう今回はね、ドラフトスカウト行きたいと思います。で、軍資金として2134エナジー用意してるんですけども、まあ、これ以上の追加はちょっと厳しいなと思っていますんで、頑張って回していきたいと思います。それでは行きましょう。はい、ということでですね、早速ガチャの方回していきたいと思います。で、ドラフトスカウトはですね、まあこれね、全部で400票かな、入っているんですけれども、天井がね、結構きつくて、まあ、最悪ね、ほんまに10万とか9万ぐらいかかってしまうガチャになっていますんで、まあ、ほんまにこれに関しては運ですね。ドラフトスカウト引くのはほんまに久しぶりです。で、この自チーム確定のところもあるんで、まあ、そこの枠でもね、鵜飼さんとかロドリゲスさんとか狙っていけたらいいなと思っております。99連かな?うん、やっていけると思うんで、いや、ほんまにお願いします。ここに関してはマジで運ですからね。さあ、いきなりいきなり流れ星。もうこれで幸子来たらもう、ただの神ですからね。いきますよ。あ!まあまあ、レインボー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 。オッケーオッケーオッケー。まあ、とりあえずね、もう S ランク確定してるんで、もうこれだけでほんまに神様みたいに嬉しいです。はい、ということで、いいですよ、これ。足青いって、笑ったら多分2枚引きです。あー、2枚引きはない。撃て!撃てー!ダメか。まあ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 。さあ、笑って。お願いします。あ、笑わない。なるほど、流れ星だけパティーンね。さあ、行きますよ。誰が出るのか。はい!ドーン!神引きやないかい。これはめちゃめちゃ神引きやんけ。フォーク吉野部さん使ってみたかったんすよ。ありがとうございます。
いやー嬉しいな。まあ今後もねまだ出てくると思うんですけども、まあ、それにしても全然嬉しいっすよ。はい、2枚抜き松井裕樹さん。はぁ神引きすぎてんねんけど、やばくないっすかこれ。なんかもうアリエルさん狙っとったけど全部外れてもなんか、はい、待ってこれリセットした方がいい説ある？ちょっと待ってよ、これはこんなことあんの？マジかよ、いきなり3枚引きしちゃいましたわ。ありがとうございます。はい、ということでちょっとね外れ枠が8枚しか減ってなくて、3位がねめっちゃ減っちゃったんで1回リセットします。いやこれは絶対リセットした方が賢いと思う。22連目いきましょう。いやーまさかねいきなりあんなに引いちゃうなんてマジで予想してなかったですね。さあ行きましょう。いやちょっと3位先が良すぎて少し不安になるけれども、まあ、1回リセットしたんで切り替えれますから、はい、まあここは流れ変わんないんじゃないかなと思います。さあお願いします。まあ A ランクも全然出てくださいよ。あーまあ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 、外れ枠減らしていくパターンね。 OKOKOK さっき3枚引きしたから全然これね悪くないです。うん、OKOKOK オール B でも気持ちよく受け入れますよ。はい、 OK です、ありがとうございます。はい、ということで33連目でございます。言うてねもうあと55連しか回せないですから、ちょっとアリエルさんの道は厳しいよ。頼む。あ、ほんでこの後に、あ、ごめんミスった、めっちゃアホなことしてる。ちょっと先 S ランク時チーム契約書とあの S ミキサーします。あのそっちでもしかしたらアリエル出るかもしれんから、このガチャ先回してんのバカだわ。さっきたまたま3枚引きしてくれたからよかったけど、ほらめっちゃもったいない。はい、オッケーオッケー、クスモスさん、うわーめっちゃもったいないことしてるわ今。まあまあまあ A ランクも出てくれてるから悪くないけど、もしこれでミキサーでアリエルさんとか当たったらもうバカですからね、ただの。はい、オッケーオッケーオッケー、全然取り返したねこの引きは。よし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 、ということでさっきねスピリングの報酬来てるんでこっち回します。お願いします。でここの狙いがアリエル・マルティネス、鵜飼さん、高橋宏斗さんで、ジャリエル、そのあたりですね。はい、ここでニュー引くか引かんかもう最強決定戦マジで大事なんで、でこの後外れてもミキサーします。いやー今気づいとってよかったわ、ほんまにバカなことをしとった。お願いします、頼む。さあまあまあまあ称号チャレンジできるよ。安倍さんは悪くないね、ありがとうございます。溝明さんと福田さんを圧縮にかけて、はい、こちらの方で圧縮ミキサーやっていきたいと思います。いやほんまにねどっかでニュー出てくれんとほんまに最強決定戦厳しいよ。もう僕このミキサーが最後やと思ってるんで、マジでどっかでニュー出てくれ、お願いほんまに。さあ、トラブルニュー来い。あー、また称号チャレンジ4位、違うんだよなミキサーできるのはこれが最後でございます。もうこれ外れたらもうあとはガチャで手に入れるしかないんで、マジで大事これ。これで最強決定戦の順位が決まるようなもんです。マジでニュー選手しか待ち望んでいない。一番欲しいのは鵜飼やな、正味お願い、頼む。ドッドッドッ、ええー、えぐいって神回すぎる、ガチでえぐい。この神回はマジで引くもんね。ここで鵜飼さん3枚引きして、鵜飼さん引いて、これであとアリエル救ったらもう紛れもなく今までで一番神回なんじゃない。はい、ということで残りですね55連できるんで、ここでアリエル引いたらマジでありますよ皆さん。もうあとはねもうガチャ運ですね。はい、もうこれでね55連爆死しても大勝利と言っても過言ではないんで、はい、お願いします本当に。さあ飛んでいって、笑っちゃう？あー笑わない、笑わないけど今日やったら何かある。おー、スキさん、マジで今日やったら何かある。ゲンダさん、はいはいはい、なんかねタップするためにほら何かありそうな気するでしょ。残り44連でございます。さあここも月がありません。いやー来ないか、レインボーレインボー。ちょっとガチャの方が S ランクの引きが止まってきているけれども、もう一発ラリーで引いちゃいましょう。引かない、アイスランクそんなことないか。ちょっとさっきまで打ち返してきたな。はい、A ランクチームも引いてよ。はい、いやーなかなかない。はい、残り33連です。いやー月来ねー。
っぱね、月率があの S ランクの排出率にかなり影響してると思うよ。やっぱ月来た時って大体エース熱くなるイメージあるんで、ほらやっぱり渋いよねこういう時って。うん、打たない、空飛ばない。はい、ということで残り22連です。もうここで出なかっても後悔はないですね。はい、行きましょう。もう追加は多分したくないな。いや、うーん、したくないな。うん、マジでこれ以上の追加は、おし、オッケー。さあここで引くぞ、ここで引く、打て。マジでもし打ってアリエルじゃなかったも全然オッケー。マジで打ってくれ、お願い。今までで一番打ってほしい。あかん、くっそ。まだある、まだある、諦めんな。よし、来るで、これ来るからな。頼む、うぅ、頼む、うおぉ、じらしてくる。さあどこで出るのか、頼む、緊張する、頼む。だあ、平さんか、くっそー。おっ、くそー、なんかでも来そう、なんか来そうな気がする。いやちょっと待って、これな、ここで諦めんのもったいねえよな。もしかしたらこれで打たなかったら追加するかもしらん。今日の夜ちょっと暴走になっちゃうけど、オッケー、月来た。ここで終わらそう、気持ちよく終わらす、マジで頼む、調子くんお願い。もう今日の動画ここまで、頼む。あー、いける、まだ諦めんな、諦めんな、笑い、笑ってくれ、お願い。よっしゃ、来るよ、よしよし、よっしゃ、ここで決める、絶対に決める。うーん、マジで頼む、超絶神回来い。うおー、阿部さんめっちゃいいぞ、頼む。